はい、今回もゆきちのホームご視聴ありがとうございます。今回のテーマはウォークインクローゼットを一番有効的に使う方法ということで、ウォークインクローゼットですね、今では賃貸アパートであったり、一軒家にはほとんどついているのではないかなというふうに思います。で、その収納の方法、そしてスペースをですね最大限に使ってゆとりあるですね収納計画ができるようにということで、今回アドバイスさせていただきます。ウォークインクローゼットなんですが、収納能力が足りないとかっていうことで皆さん悩みも多いのではないでしょうか。皆さんこんな経験はありますかということで、例えばですね、内見の時にウォークインクローゼットを見に行って、でその時は広く感じたのに、いざ住んでみると収納の能力が足りないというふうに感じる場合、あるいはウォークインクローゼット用の棚についてどのようなチェストですね買っていいのかわからない方も多いと思います。あとですね、現在ウォークインクローゼットはある間取りに住んでいて、そのスペースをですね最大限に利用したい、そういった方も多いと思います。今回ですねポイントを絞ってスペースをですね最大限に利用できる方法をご説明していきます。で、このような悩みがある方のほとんどですね、原因は有効的にスペースを使えてないということにあると私は思います。なので今回の動画を見ていただければですね、その問題が少しでも解決するのではないかというふうに思います。こちらがですね今回のトピックですね、テーマとしてはウォークインクローゼットで、まずですねウォークインクローゼットの広さ、そして形、内部の構成ですね、基本的なことをご説明させていただきます。そして本題ですね、最大限にスペースを有効的に使うコツですね。で、最後にですね、私がおすすめするウォークインクローゼットの収納グッズについてご説明していきます。で、ウォークインクローゼットのある賃貸アパートを探している方、あるいはですねこれから間取りを考える方のお話なんですが、ウォークインクローゼットの広さですね、これは大体どれぐらいのスペースで何人分っていうのが目安があります。まず 1.5畳だと大体1人用、2畳だと2人用で、3畳以上になると2人、もしくはファミリークローゼットのように家族複数人で使えるような広さになってきます。次にですね、ウォークインクローゼットの形ということで、だいたい4つのタイプに分かれてきます。まずこちらの写真のように I タイプですね、一番シンプルなものです。次にですねこの2タイプですね、でこちらは夫婦2人で使うのに向いているのではないかなというふうに私は思います。で、次に L タイプですね、これは1人である程度服をたくさん持っている方におすすめですね。で、最後にコの字、これもよく見るんですが、これは2人あるいはファミリークローゼットのように複数人で使えるタイプのクローゼットになってきます。次にですねウォークインクローゼット内の構成ですね、この構成を意識することで収納ですねかなりスッキリしてきます。上段、中段、下段と書かせていただきました。主に上段だとカバン、ボックス収納が多いですね。で、中段だとコート、ワンピース、スーツですね、こういったものをハンガーにかけるようなスペースになってきます。で、下段ですとチェストとかを置いてですね、下着、 T シャツ、あるいはですねスーツケースを床にこう置いておくような収納スペースになってきます。この3つですね、必ず使い分けて収納を有効的に使っていただきたいと思います。はい、いよいよですね本題ですね。最大限にスペースを有効的に使うということで、今回ですねこの4つをトピックとして持ってきました。一つ目が先ほどの上段、中段、下段についてですね、役割をよりですね深掘りしてお話ししていきたいと思います。二つ目が収納の種類を使い分けるということで、梱包する、吊るす、畳む、置く、この収納の4つの種類ですね押さえていただきたいと思います。で、3つ目がですね、一番大切なのはチェストということで、チェストをどういったものを選ぶといいのかご説明していきますね。で、最後に収納用品ですね、私がおすすめするグッズですね、ご説明していきます。はい、まず1つ目のコツとして、上段、中段、下段の役割を意識するということで、まず上段ですね、こちらに関してはカバン、あるいは浴衣などですね、あまりこう重ねたくないものを置くのに向いているスペースなのかなというふうに思います。あとはですね、手が届きにくい部分なので、季節ごとにですね衣替えをする余剰のスペースとしてある程度スペースを確保しておく、こういうことも大切になってきますね。あとやはりですね、手が届きにくい部分なので、ボックス収納等で下着あるいは靴下のストック用品ですね、
これを収納するスペースとしても向いていると思います。次に中段ですね。こちらはハンガーパイプがメインになってくるのではないでしょうか。ウォークインクローゼットといえばこうハンガーパイプが最初からですね備わっているものが多いと思います。で、つまりですね吊るす収納がメインになってくるんですね。で、例えばですね背の高いコート折りたたみたくないものですね、こういったものを吊るしておけるのはこのスペースになってきます。なので逆にですね吊るす必要がない T シャツと吊るしておくとちょっともったいないスペースになってくるんですね。このスペースを有効的に使うコツとしては種類ごとですね、例えばコートなのかジャケットなのかですね、そういうところを用途ごと種類ごとに分けて整理をしておく。こうすることですっきり見た目もなってきますね。あとはですね使わないハンガーをずっとかけておくとスペースが取られてしまうので、そういったハンガーをしまうスペース、余裕があればこういったスペースも用意しておくのがいいです。次に下段ですね。こちらのスペースの使い方としては重たいものを中心に収納するエリアなのかなというふうに思います。なので例えばですねこう大きなチェストを置いてしまった場合ですね、その床置きできるスペースが逆に少なくなってしまうので、そのあたりのバランスを考えていただくのも必要です。でどうしてもですね長段中段に置けないですね、例えばスーツケース、あるいは季節家電ですね、扇風機のようなもの、こういったものをどれぐらい床置きする必要があるのかですね、最初に考えておく必要があります。2つ目のコツとして収納の種類を使い分ける。まずですね畳む収納、梱包する収納からご説明していきますね。でこのあたりの収納は使っていただけるとかなりですねスペースを最大限に利用できる部分の収納になってきます。もっともこの4つの中で収納のスペースを節約できるのが畳む収納になってきます。で写真のようにですね畳んだ上でこう縦にですね並べておく、こういったことで取り出しやすさも確保できるものになります。で2つ目の梱包する収納ですね、例えばボックスにこう靴下だったり下着をですねギュッと詰め込んでおくことができるんですね。なのでこの場合ですね収納の密度が高くなりやすいので、こちらもですねかなり収納のスペースの節約になってきます。なので折りたたむ収納、あるいはボックスを使ってあげて小物を入れてあげる収納、これを多くしていくのもスペースを有効的に使うコツになってきます。次にですね吊るす収納、置く収納についてということで、吊るす収納はやはりですね一番スペースを取ってしまう収納なんですね。なのでどうしても折りたたみたくないコートであるとかワンピースですね、そういった大切なものをこうぶら下げておくスペースに使いましょう。なんですが一方で吊るす収納ってハンガーにかけるだけで済むので、ついついですね一番楽なので多くなりがちです。このあたりも他の収納とのバランスをとってあげるのが大切になってきます。で4つ目ですね、置く収納に関してはやはりですねチェストなどがある分ですねスペースに限りがあるかと思います。なので何でもこう床置きしておくんではなく、キャリーバッグですね、そういったものだけ限定して床置きしてあげる、こういうこともポイントになってきます。あとはですね我が家でもやっているんですが、普段使わないキャリーバッグにですね靴下であるとか下着のですねストック系を入れてあげておくのもかなりですねスペースの節約になってきます。3つ目のコツとして一番大切なのはチェストということでトピックをつけさせていただきまして、チェストにもですねいろいろ種類がありまして、まず背の高いこちらの写真のようなチェストですね、これに関しては私かなりおすすめですね。なぜかって言いますと畳む収納を多用できるので空間を最大限に活用できますね。なんですが一方で背が高いチェストですと引き出しがかなり高いところについている場合、こういった場合は身長が高いと取り出せるんですが、例えば子供であるとか女性ですね取り出せない場合もあると思いますので、そのあたりで高さを調整していただきたいと思います。あとですね賃貸の方は特になんですが、チェスト自体が高さがあるとその分ですね重くなってしまうんですね。なので床がクッションフロアであったり脆い床でないかですね必ず確認してから設置するようにしましょう。で逆にですね幅が広いチェストもですねこれもですね置けるようでしたらおすすめになってきます。こちらもですね畳む収納を多用できるということで空間をですね最大限に利用できるアイテムになってきます。で横幅が広い分ですね引き出し一つ一つの幅も広くなってくる場合があります。そうなってくると中をきれいに仕切れる仕切り板ですね、そういったものを買ってあげるのもいいのかなというふうに思います。
ともう一つのポイントとしては奥収納ですね、スーツケースとかですね、そういった部分をこうスペースを狭くなってしまうので、そのあたりとのバランスも考えてあげて、このチェストですね設置してあげてください。最後にですね、収納用品をおすすめするグッズとしていくつかご説明していきます。まず一つ目ですね、我が家でも使っているんですが、コートを平置きしておける収納ケースということで、こちら無印良品さんの布製のケースになるんですが、結構大きいサイズなのでダウンとかを入れるのに適してますね。で、こちらに関してもやはりコートを吊るさずに置けるので、まずですね収納スペースを節約できるというメリットがあります。あとはですね、ハンガーなんですが、年中ぶら下げておくと、そのハンガーにかける部分ですね、衣類が傷んでしまうんですね。なので傷んでしまう型崩れを軽減できるというメリットもあります。あとはですね、浴衣など面積が広く他のものとですね、重ねておけないものですね。こういったものをこういう衣類のケースですね、入れてあげるのも収納スペースを節約するコツになってきます。はい、次2つ目のおすすめグッズですね。チェスト内をこう自在に仕切れる仕切り板ですね。これ我が家にはないんですが、もう今買いに行こうかなと思っているところですね。で、チェストの中をこう自在な大きさで仕切っていけるので、無駄なスペースがなくなるということで、これもスペースの節約につながりますね。あとはですね、価格が安価なので、収納ケースをこう別に買うとか、そういったことをする必要がないので、コスト削減につながります。なのでこちらですね、チェストであったり、ボックス収納で下着、靴下をですね、綺麗にそのサイズで収めてあげるような使い方をしていただければと思います。次にですね、意外に便利な S 字フックということで、バッグですね、先ほどですね、チェストの上段にしまうのがいいというふうにお伝えしました。なんですが、一方でハンガーパイプにかなり余裕がある場合ですね、そういった場合ここにバッグをしまえるというメリットがあります。で、バッグですね、床置きしておくと型崩れしてしまうタイプのバッグもあります。そういったバッグですと、こういうふうにハンガーで吊るしておくことで型崩れが防げたりしますね。なので余剰スペースですね、かける部分にスペースがあるようでしたら、こちらもおすすめになってきます。はい、でこちらですね、4つ目のおすすめとして、引っ掛けワイヤーフックということで、こちらですね、写真のようなものもありますし、今ですと無印さんからも出ていますね。で、帽子など軽いものをこう吊るしておける、そういった収納になってきます。逆に重いものだとクリップなのであまり向いていないんですね。途中で落ちてしまったりする場合もあります。で、帽子などをたくさん持っている方におすすめですね。こういったものを統一感を持ってぶら下げておくことで、何かこうコレクションなような形になって、インテリアの要素にもなるのではないでしょうか。あとはですね、帽子ですね、ついついですね、重ねたくないものもあると思うんですね、型崩れするということで。そういったものを吊るせるメリット、そしてスペースを有効的に使えるというメリットもあります。はい、今回も最後までご視聴ありがとうございました。今回はですね、ウォークインクローゼットテーマに収納のスペースの有効的な使い方ですね、説明していきました。これからもですね、住宅インテリア関係の様々な情報ですね、発信していきますので、見逃さないようにチャンネル登録、そしてですね、いいねボタンお願いします。